えいつも動画をご覧の皆様こんにちはこんにちは、えー、研究ニュースの小宮です、えー、研究ニュースの石井ですえー、今週は、えー、京都競馬場で行われる京都記念について展望していきたいと思います石井さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、まず京都記念のえー、今年のメンバーのこう見渡してみてのこううん なんていうか、印象というか、その辺どう思いますか、まあ。そんな悪いメンバーじゃないと思うんですけど。うん、なんか、えっ、ー、と、似たようなタイプが多いんかなと、なんか、ちょっと。なんか、一長一短あるいうか。一長一短。なんか、ね、あのね、切れる馬はいなくて、なんか。早めに足使って、最後まで頑張るぞみたいなタイプが。 あ切れ味が、うん、ある馬が確かにいないっちゃいないなるほどなるほどやっぱね去年がね結構いいメンバーがね,、うん、ね揃ってたっていうのと比べるとそういう部分でも少しこう小粒かなという,、うんうね、メンバー構成で、はい、となるとやっぱり一番の注目は。 まあダービー場のマカヒキということになってくると思うんですけど、まあそこでちょっと石井さんの見解と印をマカヒキからまず聞いていこうと思います。マカ引き黒三角にしたんですけど、もう本当まあこの中じゃもう抜けて強いと思いますね。もう本当あのまあ折り合えるし反応もいいし折ってからもしっかり伸びるっていうもういい頃は本当もう ね、天吉し仲良し姉妹よしの本当、はい、強い馬だと思うんですけど。で,なんで黒三角かとやっぱちょっとね有馬、うん、記念の時はもう全然まあ無印だったんですけど、うん、もう全然調教動いてたといっても全然まあ状態戻ってなかったんですよね。でやっとちょっと戻って、まあ、陣営が言うには。 札幌記念の3歳4歳児とかは比べられへんけど札幌記念の状態ぐらいまで戻ってきた、うん、来てるということだったので、うん、えまあまあそのまあ,あ絶好調まで戻らなくてもそこまで戻、うん、札幌記念まで戻ってるなら、うん まあこのメンバーならまあ黒三角,黒三角かなと、うん、あまあなるほどねまあ,まあまあ全然あのでもまあスパッと勝たれても実は、まあうん、まあ俺も黒三角にしてまあ確かにね、まあ、全然こう放牧にも行かずにずっとこれ立冬にいる馬で,で、ねね、先週までやったら、うんうん、まあこの馬ほんまでもいいかなと正直思ってたんやけど。 ちょっと今週の稽古軽すぎひん <laughs> なんかやっぱり<ー>、うん、89の72ぐらいの時計でしかや,やらなかったそれもポリトラック先週シーウッドでやって、うん、でその前もまた芝やったしねあ<ー>あなんかそういう、ね、まあ 確かにそ陣営はその、ねうん、札幌記念ぐらいまでは戻ってるという話をされてるみたいやけど確かに石井さんが言うように、まあ、あっさり語れても不思議はないけど、うんまあ、確かにねここ使って大阪杯っていうのがまあ一番あれなんです、はい、ね。すねあまりにもね、うん、今週の稽古がちょっと軽すぎちゃうかなと思ったんで、うんうん、俺も苦労三角にしました。うん まあねやっぱダビー林ねこの馬が強く競馬をして勝ってくれた方が今後のことを考えればね盛り上がるかなっていう感じはするんやけどそういうところで2人の意見はそういう感じで石井さんのじゃあ本命ははパフォーマープロミスにしたんですけどやっぱそうですねこれもやっぱ強いのは強いと思うんですけど。 そのまあ前走有馬記念、はい、まあちょっと陣営はちょっと範囲がわからないっていう有馬記念にしても宝塚記念にしても、うん、1> g 1で力負けじゃないと思うけど、うん、ちょっとこの2回はなんかその馬にやる気がなかったという,う言ってるんですけど、うん、まあ僕見た目有馬記念のスタートしてからのもう最初シトハロン ぐらいいいいはすごいもったいなないような気出していってうん、うん、ちょっとかかり気てかかりっ、ね、でうん、うん、ちょっと引っ張ったら、うん、どんどん位置取りが下がっちゃって、うん、という競馬でうん、うん、もうあのスタートの最初のイシュト・ハロンはうん、うん、すごいもったいない競馬のような気がしてでまあだからそのうん。 プラス1 0キロっていうのもあったのかもしれないですけど中間にしても動き的にはめちゃめちゃええもんねんか僕もね調教の動きはすごくいいなというふうに思ったしじゃそれまあじゃあだから前みたいに使った後のもガタッと開封が早くなったということですしね具合は良さそうでそれにそのね有馬記念と宝塚記念ちょっと僕ややも。 うあったんじゃなないいかとう気がするんでじあ今のね京都の馬場ってねちょっとこう力のいる馬場やんそういうことはちょっとじゃあ向かないのちゃんあて実は俺実はそれをそう思ったからこの成績あんまりよくないやんでちょっと馬場が悪いのがねよくないんちゃうかなって思ったのと筋量が5 7キロの時にこのまあんまり走ってないわ 56キロとか55キロとか走んねんけど57キロ以上やったらねなんかえらいパフォーマンスが落ちてるわけよ宝塚記念の時はそう思ったらしいです陣営は八キロ。ただ有馬記念57キロでも走れんかったからどうなんかなってい感じだったんですけどやっぱ確かに筋量もあるかもしれないですね。 全然買ってもおかしくない馬とは思うけど、<ー>俺はそういう部分があって。確かに、ちょっと、まあ、パンパンの両馬の方がいいのかなと思ったんでね。いいでねその、僕は、それを抑えにしました。うん、で,で、対抗は。ということはね。いやいやいや、まあ、まず、石井さん、の対抗から行こうよ。<laughs> いや対抗ステイフーリッシュですね。<laughs> あ、そう。んうん。じゃ、それ、僕は本命やね。うん。はい、はい、はい。まあ。うん。 まあ石井さんの説明からどうぞ <laughs> でもねほ、ね <laughs> うんとねえかね、はい、えっとちょっと線が細くてはい、はい、なんかふらふらした感じの馬だなと思ってたんですけど、うん、ちょっと前走中山金牌はだいぶなんか走りがしっかりしてきたなと、はい、やっぱり秋4歳で、まあ、力あの体力つけてきてるんだろうなという気がして。ね、いこと言うな でいや俺もやっぱり、うん、強い4歳世代やし、うんうん、ねこれねこれ、うん、京都新聞杯は今回と同じ条件で買ってる。 の前その時パドックとか見ててもやっぱんかちょっと線が細いというかそういう感じでちゃか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 してるしそういう点考えるとね前回の中山金八のパドックなんか見るとすごく石井さんの言った通りで馬に身が入ってんかすごくよくなって精神面落ち着いてるなと今日の朝もねすごく C コース乗ってて。 中ゲート練習までしてねすごく調整も入念やし調教の動きも良かったしまあね今ちょっと言われてる4歳世代っていうことで俺ももうこれがいいかなと思ってこれを本命にしまこれも本当そこまで切れるタイプじゃないねだからね俺ね明日思うにこれ何が逃げると思います これ多分ノーブルですよね。で、こノーブルマーズが逃げて、うんうん、ステイフュリッシュがね、うん、もう二番手行くんちゃうかなと、いう,、うん、いうその展開面、うん、そういう面も考えてね、うんうん、ノーブルマーズももう。 日経前半しても前半とかゲート出て結構追っつけてもちょっといけなかったみたいな感じやねんけど明日このメンバーやったらまあ,あれだけ出していけばこれ馬がいってという競馬でもう絶対ペースも落ち着くと思ったんでうんステイ・フーリッシュの本命でそのノーブル・マーズ前回がサす競馬であんだけ競馬できたしまあ明日は本来の。 先行作まあ、石井さんが「逃げる」言うてくれたのはやっぱり心強いない、まあ、俺も「ノーブル・マーズ」でも <laughs> 逃げるかなと思ったんで、うん、でこれ本命で「ノーブル・マーズ」を対抗、うん、ということにしたんですよ。っった行った行った,行ったみたいな感じでね,ねまあ,あんまり その途中でね、うん、そんな仕掛けてくるやつもいないかなと、まあ、和田君あ<ー>タイムフライヤーぐらいかなっていう気がしたんで,で、ね、タイムフライヤーももう早めに動きたい口でねこれもきれいからねきれいないからジョッキーのねその辺の、うん、あ考えたらタイムフライヤーぐらいかなっていう気がしたんやけど、うん、中山金杯を見る限りは、うん、ステイフリッシュにタイムフライヤーは勝てへんのちゃうかなという気がしたんで。 タイイムフラヤーは俺番手にして石井さんはじゃあノーブルマーズとかタイムフライヤーとかノーブルマーズ4番手ですよね番手これもまあそれこそ今のババ合うでしょうババも合うしねそう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 イうそ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 もうそう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 うう もっといのう俺もそう思ってなんかこの馬もね2歳の g ン買ってる馬やけどちょっとなんかんかねちょっと決め手が足りないかなっていう感じがするんでだから和田ジョッキーも前回早め早くから動かしていったんですけど踏んでいたけどやっぱりねそれでもステイフリッシュにもやっぱ追いつかへんかったっていうのはやっぱその辺があるのかなとじゃああとはもうそうやね穴馬やね穴馬 最後にじゃ石井さん得意の馬なかなか見つからなかったんですけどまあ「けんとかちょっと前走もちょっと見せ場あったよねあったあっためちゃめちゃ見せ場あったし俺も絶対力のいるパパあいいと思うんで「剣んは石井さんじゃあ印を入れるとそうですねはい これをちょっと一応抑えで<ー>、うん、京都であの、えー、ちょっと秋にちょっと馬場の悪い時にすごい強い競馬したのあったやんそれは池添騎手やったし<ー>で今回池添騎手で,<ー>、うん、で中山金牌がこの馬ずっと外回ってね、まあ、当然用さに欠ける馬やから外外回ってっていう感じやったんやけど、まあ、結局本命のステイフーリッシュとか。 タイムフライヤーとそんなに差があるわけじゃなかったんで,、うんで,ね、で京都コース今力のいる馬場っていうのがね、うん、まあブラックバゴが、うんうん、ちょっとあれかなって、はい、まあ多分あんまり人気はせえへんかなっていうところでブラックバゴは少しこう抑えたいかなと。本当ブラックバゴとか,剣とか、うん、その辺がちょっと多分ノーブルも、うん 用意どんにはしたくないからちょっと早めにね坂の下りぐらいで踏んでいってで多分ステイフーリッシュもタイムフライヤーもダンビュライトもそんな切れる馬じゃないから早めに追っかけるじゃないですか。 そうしたらすると後ろからの可能性もあるなるほどペースが遅いからそうそうそうな一旦一旦本目大根にしてるのにいや確かにあるよねそれもまあそこはまあジョッキーのねまあみんな同じこと考えてるあ逃げ馬おらんとかいうのはねみんな新聞見て思ってるやろしねどれがいってもはねあれなメンバーでまあ難しいのは難しい参考なぐらいかすごい動くようななるほどね可能性もあるんかなというということはもう足溜めて 何か後ろから何か印打ってないのハートレーとか足たそうなもんねそれが怖くなる可能性もあるぐらいまあいろいろ脳書きは言ったけど結論は難しいことよね難しいねこれ本当と難しいレースだと思いますんでまとめ石井さん一応じゃ馬券的には何をもし変えるなら。 まあパフォー、まあ、プロミス単勝ですねまあ馬券も本当難しいよね難しいですね、うん、もう俺はだからステイフリッシュ一応本命でね、うん、あれないけどというかブラックバゴはちょっと三連馬券とかねそんなんでは買いたいかなというふうには思ってますこの馬が一番面白いかなと。うん まあでもねまあマカヒキが勝ってもマカヒいや<か>いてほんと若引き勝つわしや <laughs> それでは,は、ね、一番ね、うん、いや俺もそれはほんとそこも今後が盛り上がっていくやるしね,ね、はい、まあそういうところでじゃあまとめというところで終わります、はい、ありがとうございましたありがとうございました